はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もうすぐ3時ですね。8月は26日の月曜日でございます。さて、ですね、中国とフィリピンですね、なんて言いますかね、一旦こう手打ちをしてですね、お互いもこうどう言いますかね、衝突しないという約束をしたように思えたんですけども、ここのとこ立て続けになんか衝突しますよね、船が。時事.comですね、これは昨日の20時に出ています。中非船舶再び衝突、南シナ海のサビナ礁。フィリピン政府は25日南シナ海南沙スプラトリー諸島のサビナ礁近辺で同日、フィリピン側ですね、船が中国側船舶から体当たりされるなどの妨害を受けたことを明らかにした。中国海警局も不法侵入した日側の船を取り締まった際、衝突が起きたと発表した。同海域では19日に海警船が体当たりした日側の船に穴が開くなど損傷が出たばかり。南シナ海をめぐる両国の応酬が一層激化する可能性がある。サビナ礁はフィリピンの排他的経済水域内にあるが、中国が領有権を主張。非政府などによると、拠点に物資を運搬中の日側の船が中国海警局などの船8隻に囲まれて複数回体当たりされ、1時間近く放水を浴びせられた。日側の船はエンジンに不具合が生じ、物資運搬の中止を余儀なくされたという。まあ、これまではアイオン銀賞というところだったような気がするんですけど、今回はサビナ賞って、その隣接するところですね。まあ、どう言いましょう紛争地域が広がったというイメージがあります。さて、この辺りですね、実はですね、アメリカ軍も厳重にですね、パトロールをしていましてですね、アメリカとフィリピンはですね、いわゆる同盟関係ですね、軍事同盟を結んでいます。でですね、中国は執拗にこう領有権を主張しているんですけどもですね、その領有権の主張はかなりですね、無理があります。で、一部のですね、アユン議員長かなかについてからなはですね、国際司法裁判所でですね、フィリピン側に勝訴の判決が出ているんですね。なんでですね、まあ国際的に見たらですね、中国が無理押しをしているというイメージなんですね。でただですね、基本的にフィリピンって海軍というか、フィリピンという国自体ね、非常に弱い、軍事力の弱い国でして、経済力もそんなに大したことないと。でですね、海軍に至っては、今中国の海軍というのはですね、アメリカよりも隻数、船舶の数は量はしてるんですね。でそれくらいこういっぱいこうあるわけでして、ね、とてもフィリピンはですね、その対抗できる船なんていうのは数隻あるかどうかという、それくらいの貧弱な海軍なんですよ。で空軍に至っては2セットあるかどうかですね、1セット20機ですけどもですね、非常に貧弱なこうとこなんですけども、全面的に衝突したらですね、多分フィリピンは負けると思います。ただですね、海軍ではですね、フィリピンを凌駕してるんですけど、空軍ではですね、多分ここは中国がですね、この地域で飛行機でですね、軍用機が作戦行動するには、基地航空勢力、すなわち地上のですね、飛行場から飛び立って作戦行動するにはあまりにも遠いと思います。だからここで空母が出てくるのかなという気しますけどね。でも空母を出したらですね、フィリピン軍に撃沈されてしまう可能性もありますよ。あるいはフィリピン軍らしき海軍にですね撃沈されてしまう可能性もあるんで、
どっちもねそんなに無理をしてもしゃあないと思うんですけど、ちなみになんでね中国がこの海域の領有権を主張しているのかかなり私は理解不能なんですよ。いつも言う通りこの辺りにですね海底油田でもあるんかってそんな話はないわけなんですよ。ガスがあるかなか知りませんけども、まだどこも掘掘さえしていない状態ですね。ただ中国にとってはですね、ここからここを通ってですね、外洋に出る重要な航路ではあります。かというと別にね、わざわざ自分たちの勢力圏に置かなくたって平和的にですね、海を航行するのは国際的に認められていることですからね。どっとこないじゃどっとこないですけど、なんかしらが中国は自分のものに下がるんですよね。なんかようわからんという感じです。ようわからんという感じです、本当に。で、ここを、なんと言いますかね、領有して何をしたいのかって、本当によくわからんなという感じですね。で、フィリピンもですね、今の大統領はマルコスさんという方は割合中国に対して、きちっとこう主張するんですけど、前のですね大統領ドゥテルテってやつがですね、どうも中国にやられてしまったパンダ派がなんですね。だからですね、その彼のドゥテルテが大統領の時はですねすごくこうなんか融和的でしたね。やけに中国に譲ってるという感じがしましたけど、マルコスさんになってからきっちり言うことは言うでみたいになってるんですけども、どうなんでしょうかね。今アジアエリアでですね最もですね発火しやすいのはですね、何を隠そうここです。最もこうするんですね、何か起こりそうな感じがするの。ただこのねプレイヤーであるフィリピンがあまりにも弱すぎるんですよ。なんかねこうかもうでフィリピンって外国とですね、こうやってこう争ったことはほとんどない国なんですね。アメリカとの間には独立あれ戦争を多少しました。それくらいです。で、短い日本占領期を経て独立したんですけども、やっぱりね、いまいち弱いんですよね。まあ、元の経済力が、いまいちっていうのもありますけどね。だからアメリカに守ってもらわなければならないんですけど、まあどうでしょうかね。アメリカがどこまでね、これで関与するのか。今ですね、アメリカのですね大統領補佐官が明日からかな、中国を訪ねるんですけども、多分この話題がメインになると思います。どういうふうになるのか、どういうふうな話し合いをするのかは分かりませんし、どんな話をしたのかですね、僕らはすぐには分からないでしょうけども、多分この話題をするはずです。いかにも発火しそうなですね南シナ海ですね、スプラトリー諸島ってですね、はい、この時事.comのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。